ですか？はいはい。ジャッジマンなんですよ。ジャッジマンね、はい。はい、障害物準備してもらっているので、はい、障害物やりましょう。やりましょう。これ、これ行きますか。これ行きますよ。三角形からね。これ違う。天保山。え？天保山。関西人。あざ。よし、じゃあまずこの三角形を超えたいと思います。はい。まあ超え方にもいろいろあるじゃないですか。はい。はい。まあこれもあれなんですよ。番号順です。はい。番号順です。二番レベルはどれほどなのか。はい。ますからね。いや、うわこれ難しいなこれ。何これ？応援待ち？まだ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 。いやあれだ。いやもらえると。さあ。いや。あら。ちょっと言っていいですか？うわーとかおちゃーとかめと、そういう用語だ。ああ、だからガチキンが言うことは俺が言えてあげるから。いや、恥ずかしいの絶対言えないもん。ギアを一足に入れた。そして三角形を睨む。睨む、はい。今から越える山は富士山よりも高い。いけるか、俺。持っていい、持っていい。そうそうそう。青春を思い出せ。俺、絶対に忘れた。キレイ取れるから、ほら。おお、ほら。スムーズ。スムーズ。まだまだ、ほら。何パフォーマンスをしてアップもらうから、ほら。かっこいい。今日はでもお客様のためのトライアルです。はい、やっぱりカメラ目線あなたにカメラ映りたいだけだよ。あのね、意外とこれ後ろのお客さんにも行きます。後ろは難しいよ。ほっ、あ、誰も撮ってなかった。撮ってない。はい、誰も撮ってなかった。おかしいな。この三角形超えたじゃないですか。はい、でもあの多分ですけどね、この人、はい、ウィリーで超えれると思うんです。ウィリー、わかりません。前タイヤを上げたまんま、これ走って、これで走ってみたいな。見たいなぁ。俺一応先輩なんだけど。先輩の技見たいなぁ。え、この辺がウィリー。いやいいですね。あそこで侵入するのが難しい。いいですね。しかもこの人数から。さあ、皆さんこっから拍手の良いですよ。どう？来た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 。いや、あぁ、ほら、応援なかったもん。ちょっと待ってください。ある意味上手いね。今のバックスムーズ見ました。すごっ。いいですよ。いや、すぐちゃんと買います。はい、じゃあ僕後ろついてきます。おー、いいじゃない。え、来てる？来てる。いくよ。はい。お、ほらじゃあ反対側から行く。もう行ったの？じゃあこの状態からウリーから。はい、行くよ。はい、来てる。はい、ほら、おー、待って、だから、こういうのじゃない。はい、次やるよ。はい、行きましょう。次、一本バス行きます。多分、ここにご来場の皆さん、オートバイ二輪免許を取ってる方たくさんいると思うんですけども、教習所で多分、一本橋非常に苦労したと思います。そうですね。そうですね。
まあ、実際こう平地ですけど、一本橋よりは明らか細い一本橋をなんと僕たちも特にこの男はいろんなことしながら渡ります。あ、そうなの。まあでもね、はい、俺らみんな行けんじゃないかなと思ってるじゃないですか。はい、じゃあ行きますよ、ちゃんとこうね、ほら普通に行ってもほらね、スムーズ見た、こうやってやると誰も拍手しないから。いや、ね、もうね、グーの音も出ないぐらい、もう芸術の渡り方。古山選手は違う声方をするじゃないですか。違いますよ、そんなもの。僕なんかもう行きますよ。もう一本が少なくてもいい。なった、めっちゃやるもつらす。やっぱこれやるとただでもこうゆっくり行かないとね。いいですね、じゃあ顔後ろ僕行きますよ。どう、どうてか入って、え、入って入って、おいおいおい、今一回まだ意地悪ゆっくり。パフォーマンス会の方が拍手もらえるよ。そうですね、ほら、ウィーのほう、おお。じゃあ僕は、行きたくない。せっかくなんで、サインコンパスの上、2人で泊まりたいと思います。向かい合ってよ、向かい合って。もうやめ、いざ、はい、この辺もうちょっと近づく。いやー、やべやべ、使ってるし今。いやー、いやいやいや、うわー。僕たち台本なしじゃん。はい、僕はどうすんの。どうしたらいいですか。何何、そうなるから。いいですね、これでもね。はい、多分もうちょっと違う技できると思います。いや、ないよこれ以上。手前からウイリー通過してほしいなと。ほら、まず手は行ってます。あ、これはちょっとでも狭いな。一応チャレンジするよ。失敗してもフォローしてよ。大丈夫です、いくよ。世界中のガチさんが見てます。いざ、プレッシャー入れるよな。いいぞ、どんどん近づかないよ。いい、ウイの状態から来た、上手。でも言うても、はい、トライアルバイクです。何乗ってんだ、あんた。え、トライアルバイクショーって書いてあったでしょ。ここでちょっとだけ自慢させてください。はい、僕も小川選手も、はい、自転車トライアル世界チャンピオンです。あんた、もうやる前からハードサイズに対過去の話よね。はい、結構、まあ、過去の話なんですけど、はい、昔オートバイに乗る前自転車を乗ってたんですね。そうですね、はい、その時代に世界チャンピオンに、なった時があるんです。はい、はい、じゃそれを一本橋で行くと自転車で。やっぱり皆さんバイク好きだと思うんでバイクは分かるんですけども、あの意外と子供さんとか女性の方が多いんで、あのバイクちょっと乗れないかな、自転車だったら難しい。やってもらっていいですよ、話が長い。いや、もう自信ないねん。自信ないねん、これ。ほっ、よっ、うわーっと、リアル失敗。しかし、乗る、お、乗る、渡った、渡った。それ向きとか入れないの。お、わー、意外とでもウィリーの状態のまま越える、越える、越える、登った、降りた。今日一番の盛り上がり。ありがとうございます。はい、あのコンパルトの自転車、さっきあったウイリー走行とか、あのジャックナイフ走行とかやってるやんか。まあ、これせっかくなんで、はいはい、せっかくなんで、こうね、広いスペースを走り回ってますけど、はい、ウイリーとかジャックナイフ走行やったじゃないですか。はい、それをしっかりこうコントロールしてるとこ見せましょうよ。そうなんです、あれね、はい、ウイリーとかジャックナイフ後ろ上げる技やってますけども、すごい適当にやってるとたまに言われます。で、さっきの自転車で息切れてるよね。久しぶりです。はい、
で、あの僕ら一応トライアルでプロでやってますんで、はいはい、もうすんすん狂いなく狙ったところにタイヤを落とせるっていうのを見てほしいなと思います。まずウィリーから行きます。ウィリーからじゃあ、あの奥のおい、逃げるとこはい、はい、はいいいよ。じゃあ、奥の引き走ります。これですね、はい、はい、これを前タイヤで踏みます。この辺りからウィリーを始めて、はい、いいですか。この辺りからもハッキーがこれ、はい、はい、この辺りからウィリーを踏んで、おばっかりいますので、時間の方が結構迫ってまいりましたので、スタッフさんが早く終われみたいな感じ、はい、あの冷たい目線を感じてきましたので、最後、大ジャンプ。やっぱり、ね、空中に出たら盛り上がるじゃないですか、そうですね、あの、まあ、バイクで飛ぶといえば、やっぱりモトクロスが、まあ、言えばあの一番すごいんですけども、一応僕らもピンポイントで狙って、その場で行くっていう、まあ、トライアル独特のジャンプがありますので、ぜひ、それを。え？あ、見てた。じゃあ、ハードル越えからまずやりましょう。はい。ね、まあ、最後のパフォーマンスになりますけど、皆さんお願いします。まず飛びます。いや、これぐらい高い、これぐらい高い、これぐらい高いですからね。いやでももう一段がやっぱきれいに越えないとね。はい。状態からハードを越えます。おー、全然なってない。大丈夫、止めます。カメラを置いてね、痛いな、もっと高いところでのカメラ目線この高さ怖いな。まあでもね、ライバルもあるからね、ライバルなんで怪我しちゃってじゃあ行きます。はい、ほん、ちょっとそう集中して、本当にほん、早く行けほん、もう下がってる下がってる。わー、びっくりした。まず準備できてない、びっくりした。逆側の準備ができてない。行きます。はい、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 さあビビった。
ジャンプを、はい、言うても風船はあるほど飛ぶだけだったらいけるんです。着地地点をあっそりしろ、この意地悪な男。諦めないで見てみて、はい、ほら屋上からも応援してくれてるから、ほら行きます。これはでも結構難しいですよ。ちょっと風船の位置、じゃあ最後応援もあった方がいい。ちょっと一つ言っていい、はい、ジャンプ台の方向と風船の位置が違う。すいません頼むよ、はい、頼むよ、はい、ほーい、はい、遠くだ、はい、もういい。あのこの気持ちの揺れが風船に、やばい、うまいこと言う。これ以上ないから無理、あの言っとくけど時間ないって言われてるから、まあ、僕の中でまだ時間ある。前回一番お前の連続技見せます。風船ジャンプで踏んだのこれジャンプだった。いけ、しかもなんと一応僕たちプロでやってます。プレッシャーがかからないと本気が出せない。いいぞ、やっぱみんなヒヤヒヤしたいでしょ、ね、まあまあいいか、俺は踏んでも痛くないし、あとで先輩たちぶっ飛ばすからね。いくよ、いや。その足の息大丈夫かもしれない、多分当たる気がするけど。いくよ、じゃあまずハードルで、見ました。これが今日本のトライのナンバーワンの男の実力です。しょぼい。いや、絶対嫌だ。いや、マイク置いてもうジャンプ、ジャンプはいい。さっきのやつやるね。顔がおかしい。よし、よし、開幕戦で負けたこの恨み、大丈夫大丈夫、2週間くらいで治す気がする。はい、いざ、ほら見た見た、今年のチャンピオンこの人だ、こらって言うてる割にいい時間になりますね。はい、はい、すいません。じゃあ最後のね、スタイル見て、一回終わりましょう。はい、じゃあ、そういうとこ、じゃあ、往復できたもん、はい、じゃあ、若干カーブあります、はい、ていただき、ぜひ応援をしてください。よろしくお願いします。お願いします。実際本当にこの通りで見えて、はい、本当に中はすごい迫力があるから、あの楽しんでもらえる。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
ました。まあ、なかなかね、こうホンダのライダーとね、あの山尾ライダーが一緒にコラボしてやるイベントって少ないですから、はい、モーターサイクルのイベント、本当大事にしていきたいです。はい、本当にお願いします。17日の日、あの、はい、ありがとうございますからね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。開幕戦でも見ましたけど、次僕勝ってますんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございますね。小川さんもぜひ、何日か見に来てくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、私ね、小川智之の杉山記念選手ホームページもありますし、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いろんな形で応援してください、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます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 、はい、あのモーターサイクルショーまだまだ続きますんで、はい、ありがとうございました。